はい、どうもこんばんは、するきでございます。ということで、久しぶりな感じの動画に多分なっているかと思います。もう撮ってる時点で多分2週間空いてたんで、ということで、今日はですね、ちょっともうリハビリ的な意味を込めて、どこだっけ、稲町、埼玉県は稲町というところにある、なんだっけな、文化だったらみたいなところ、バラ園がありまして、前にも一回行ったことあるんだけど、多分動画にしてたんじゃないかなと思うの、そこに行ってみたいと思います。今ちょうど季節なんでね、今日5月21日です。いろいろあってね、なかなか撮る気になれなかったので、ちょっと撮ってみようと撮ってます。いらない、そういうとこいらない、じゃあ行ってみようかさあ、ということで到着です。ああ、本当だ、開いてたお、すげえ、やっぱ iPhone すげえな。あー、すげえ、もう見えてる、屋台もめっちゃ出てるね。めちゃくちゃ暑いね今日ね。暑いね。でもこれはあるから、このなんか首にかける扇風機あるから嬉しい。扇風機しとります。じゃあちょっと見ていきましょうか。擬人化されてんだけど。擬人化されてんだけど。なんで？ほら、キャラクター化されてる。なんかあのクレーンに乗れるそうです。上からバラ園を見るということなそうなので、行ってみよう。結構すごいベルト、カメラマンだね。ガシャン、はい、ヘルメッツで、ここで一回上がってます。じゃあ乗ってください。はい。乗れるって。入った。大人の人は上の部分を入れるのかな。回る、回るそうです。あ、でももうすでにすごい。上がった。上がってるね。上がってる、上がってる。すげえ。夢だったら2周しますか。はい。おお、回っていく。これ今カメラ止めてますよ。おお、回ってくれるんだ。すごいっすね。頑張れ頑張れ。太鼓やってる。うわ、太鼓写真撮りたかったな。
元こんな感じ。下がってないよ。こんな感じの、これサムネじゃん。これサムネじゃん。降りてきました。めっちゃ綺麗。え、本当。綺麗だね。すごい上手に撮れてる。素晴らしい。コウニちゃんの写真もね、お見せしたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。完全にエンディングを、まあ、撮り忘れたというか撮らなかったということでございまして、やっぱりね、コウニちゃんのねセンスがやばいよね、やばいということで、今回は埼玉県は稲町にありますバラ園の方に行ってまいりました。写真の方ね、楽しんでいただけたなら何よりでございます。またどっかね、撮りに行って、ちょっとリハビリ的にね、写真撮影系のが多くなるかな、わかんないけど、まだ全然わかりませんけれども、ちょっとずつアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、じゃあ。